マンミマガジン2017年末特集。愛する生徒の皆さん、こんばんは。2017年最後の金曜日の夜にご挨拶するチョヌジンです。今日のマンミマガジンは、牧者の空間の運営の中で豊かな実がぎっしりの2017年1年を振り返ってみる年末特集としてお送りします。まずどんなことがあったのか振り返ってみましょう。牧者の空間運営、1月旧正月の挨拶、2月 A&B 総会及び博覧会、3月特別ダニエル徹夜祈祷会、4月イースター、5月御霊の人の祝宴、道会長先生のお誕生日、6月ウクライナ及び17カ国への海外宣教、7月万民機関庁教育、8月万民夏のキャンプ、9月ハリケーンイルマ消滅、10月創立35周年祝賀行事、第14回 WCDN ロシア医学学会、11月収穫感謝祭、12月クリスマス。本格的に始める前に、今日ご一緒してくださるパネリストをご紹介します。全世界を回りながら牧者が行う神の力を伝えておられる GCN 放送の局長、金智能長老です。こんにちは。お会いできて嬉しいです。 GCN 番組の司会者として活躍しているホン・スヨン氏、ようこそ。こんにちは。先に映像でご覧になったように、今年2017年は17という数字に込められている意味のように、万民の働きをご自身で導いてこられた神様の摂理をさらに感じることができました。2017年を一言で定義するとしたら、どんな1年でしたか？まず金智能長老、私は2017年といえばパーフェクトな年だったと思います。牧者の再創造の力を通して、まずは万民の地位を大きく見直させてくださった年だったと思います。牧者のイスラエルの連合大政会から今年で10年になる年でした。キリスト教に対する認識がとても変わったことが見られました。第1回イスラエル政府招聘世界キリスト教メディアサミットという行事がありましたが、 GCN 放送が韓国からは唯一招待されたということを通して、本当に万民の地位が大きく見直されたと思います。また活発に行われた世界のハンカチ集会を通して、牧者の大陸政界の準備がよくできました。牧者を助けて世界を変えていく多くの方を牧者の再造像の力で現れるようにされ、また集めて活発に進められたと申し上げたいです。1年の間、本当に驚くべきことがありました。次、ホン・スヨン氏さん、いかがでしたか？私は天地開闢と表現したいです。牧者の再造像の力で霊の世界を目の前で直接見ることができたからです。マーミー夏のキャンプの時、闇に囚われていた人たちが牧者の力の前で癒される姿を見て、霊の世界があることを全身で感じました。それからカテゴリー5の最強のハリケーンイルマが牧者の祈りで進路が変わって消滅したことは、天と地が明けたような出来事だったと思います。さて、それでは万民の皆さんは2017年をどう見ておられるのでしょうか？GCN 放送では今月中旬からアンケート調査をしました。参加してくださった全ての方に感謝します。今からこの結果をもとに、今年1年を多様な角度で振り返ってみましょう。まず生徒の皆さんが選んだ2017年を象徴するベスト3、行事編からです。2017年を象徴する行事、
今年も万民は全く聖なるものの流れに乗って熱く走ってきました。旧正月の挨拶から始まって火のバプテスマで熱かった特別ダニエル徹夜祈祷会と答えと祝福がいっぱいだった牧者のお誕生日、また火のような聖霊の御業が現れた海外宣教など、他のどの年よりも牧者の空間の運営が強く感じられました。生徒の皆さんが選んだ2017年を象徴するベスト3、それでは3位から発表します。3位はアンケート調査の参加者の 39% が選んだ12月25日クリスマスです。今年のクリスマスは主のお生まれとともに2010年12月25日以降、牧者が私たちのために満たしてくださった公義が満7年になる年でもあり、万民にとって決して忘れられない日として牧者の犠牲と愛がさらに深く刻まれました。牧者の公義が終わる12月25日以降、父なる神様は万民にどんな祝福をくださるのか楽しみです。2位は 44.8% が選んだ万民夏のキャンプです。気温の調節から始まって霊の世界が明らかに現れ、万民が一つになった体育大会と感動のキャンプファイヤーまで、以前とは違う神の力ある技が行われた夏のキャンプは爆発的だったと言えるでしょう。キャンプファイヤーの時、牧者が流された涙が今でも万民のすべての生徒の心に深い感動として記憶されていると思います。それでは待望の1位は回答者の 67.4% が選んだ御霊の人の祝宴です。今年もやはり花が咲く5月にゲッセマネの祈りの家を美しく飾って御霊の人の祝宴を催してくださいました。特に今年は父主牧者が共におられる御霊の人の祝宴で、父への牧者の切なる愛が生徒たちの心を感動に染めたと思います。牧者は万民のすべての生徒をゲッセマネに招待してくださいました。来年はさらに多くの方がその招待に応じてくださいますように。このように生徒の皆さんが選んだ万民の2017年ベスト3を発表しましたが、長老さんはどう思われましたか？はい、牧者が導かれた全く聖なるものの流れの中で、生徒の皆さんが霊の世界をどんなに慕っているのか感じられるような調査結果だと思います。特に御霊の人の祝宴がベスト1に選ばれるのを見て、生徒の皆さんが霊である神様にどれほど切にお会いしたいのか、またその恵みの中にどれほど切にいつもいたいのかをとても強く感じることができました。特にこの終わりの時、愛する牧者の力ある働きを通して万民教会で生ける神様、霊である神様を本当に目で見たかのように、手で触ったかのように体験しながら確信を持って生きていけるということは驚くべき恵みです。次に羊さんはどんな行事が一番記憶に残っているでしょうか？私も生徒の皆さんと同じく夏のキャンプが一番記憶に残っています。まずは大会の時、天井の風を吹かせてくださって汗が出る時がありませんでした。また雲で太陽を覆ってくださって、日焼け止めクリームを何度も塗らなくても焼けない体験をしたら、父なる神様の細やかな愛を感じることができました。キャンファイヤーの時には、私たちをドームのように取り囲んでいた霧が私にはうっとりするような体験でした。生徒の皆さんも選んだ理由を書いてくださいましたが、ちょっとご紹介します。御霊の人の祝宴を通して神様が生きておられることと胸にじんとくる感動が迫ってきて忘れられません。夏のキャンプで霊の世界を見せてくださって自分を発見する力になりましたと書いてくださいました。想像を絶する驚くべき牧者の再造像の力で悪い霊の世界が明らかにされた夏のキャンプ特集マガジンは忘れられない、2017年の最高のマガジンですと書いてくださいました。また牧者の7年の講義の中に込められている愛と涙で自分自身がとても変えられたので、12月25日を選びました。満7年の講義を満たしてくださる幸せな日、牧者と一緒にいられてとても幸せですと感想を書いてくださいました。
2017年を輝かした証。牧者は開拓してから35年間毎年大いなる神の力を見せてくださり、再創造の力を繰り広げてくださった今年は、特に特別な恵みを注いでくださったことが映像を通してもう一度感じられました。牧者を愛して信頼している生徒の皆さんは、今年1年間どんな病気の問題があっても心から悔い改めて牧者のところに出てきて、祈りを受けたとき癒されて答えられ、証で栄光を返しました。そこで今度は牧者の空間の中で2007年を輝かせた証人トップ3に会ってみましょう。がんですと言われて、実は想像もできなかったことです。形そのものが私が見ても随分広がっていました。手術しても生きられるか確信を持って言えませんと言われました。自分は本当に神様を愛して忠実に仕えたのか、本当に私は天国への希望を持って生きていたのか、本当に牧者を愛したのか、方法がありませんでした。道会長先生の他には、悔い改めの手紙を書いて祈りの家におられる先生に急いで秘書室を通して手紙を差し上げました。そして終日の夕方に先生が祈ってくださったと聞きました。確かにその前の日までがんだと言ったのに、病院では何の処置も、薬を飲んだり点滴をしてもらうようなことは一つもしませんでした。それなのに炎症だと、だから明日退院してもいいですと言われました。奇跡が起きたってことじゃないですか。思いもよりませんでした。主人が天に召された時、道会場先生が私に新しいエルサレムに行ってご主人を招待して、楽しく1ヶ月でも2ヶ月でも遊んだらいいでしょ、そんな望みがあるのになぜ泣くの、幸せな心で生きないとと言われ、その時とても熱く祈ってくださいました。この娘が必ず新しいエルサレムに行けるようにしてくださいと祈ってくださいましたが、その日それを思い出させてくださいました。その場面を、その祈りの上、神様が私に命をくださったんだと思いました。その日私はもう一度生まれました。卵巣がん末期が癒されたヤンエヨン監視の証をご覧になりました。卵巣がんは韓国の女性三大がんの一つで、死亡率が一番高いそうです。ところが牧者の時間と空間を超える祈りを受けて、卵巣がん末期が慢性炎症に一瞬にして変わったのです。証を見て恵みを随分受けたと思いますが、いかがでしたか。マミマガジンで紹介された証一つ一つが尊いと思います。自分が証の主人公になったつもりで考えてみますが、本教会で繰り広げられる牧者の再造の力を通して癒される不治の病や重い病気が本当に多いでしょう。どんな状況でも感謝して信仰を見せなければともう一度思います。はい、次は生徒の皆さんが選んだのはどんな証か、続いてご覧ください。2位です。私はアレクサンドル・タバラヌ兄弟です。道会長先生をとても愛している兄弟です。キリスト教放送を見ている中、夜11時ごろ道会長先生の説教を初めて見ました。地獄で苦しんでいる魂をフライパンで弾ける塩に例えてくださる内容で今も覚えています。私はまるで現実の中でそこの苦しみが感じられて、これが真実だとすぐ分かりました。1日に8、9編のメッセージを聞いて、ただ聞いて読むのではなく、すべてをまとめ始めました。また3時間ずつ時間を割いて道会長先生の著書をルーマニア語に翻訳しました。その後インターネットで本教会に登録して、最初は9人で始まった礼拝が、慕う人が多くなって15人になり、結局家は狭かったので聖書学会の建物に移して、その後20人30人にリバイバルが続きました。
ところでその頃、母が突然体の具合が悪くなって、全身が腫れて歩くことも動くこともできなくなってしまいました。医師が家に来て母の状態を見て、1週間や長くても数週しか命が持たないので準備するようにと言われました。私たちはこの状況で両親のために本教会に祈りの依頼をしました。道会長先生は癒しの祈りの時間に講談で切に祈ってくださいました。講談で正確にタチアナ・ダバラヌという名前を呼んで祈ってくださったのです。タチアナ・シュチャン・リプレッシャータチアナ・ダバラヌ・ダバラヌ祈りを受けた後、たちまち体の腫れが引き始めました。頭から体に、体から足に腫れたのが引いて、速やかに元に戻りました。道会長先生の祈りのおかげで、私はこのように完全に癒されて生き返りました。その後、教会はさらにリバイバルして、生徒は牧者の空間の中でさらに平和を保ち、一つになりました。道会長先生、愛しています。ありがとうございます。ハレルヤ。牧者に出会って変えられ、祝福されているモルドバ万民教会の生徒の幸せな証が2編にわたってマガジンで放送されました。この前ダバルヌ兄弟が証を送ってくれたそうですね。モルドバ万民教会の生徒の幸せな証が絶えることがありません。お読みします。こんばんは。私はモルドバ万民教会のアレクサンドル・ダバラヌ兄弟です。先週の主日、私はみんなが集まっている中で信仰の明かりの言葉をいただいたと言いました。みんなはとても幸せそうで拍手で祝ってくれました。母もいただいたと言ったら、またたくさん拍手してくれました。なぜかというと、母は韓国に一度も行ったことがないのに、今回お言葉をいただいたことがみんなにとって大きな希望になったからです。多くの生徒が本教会に来たがっていましたが、事情が許されなくて行けない人が多いのです。今回をきっかけに信仰を図っていただけるので、もっと熱く走っていこうと告白して、新しいエルサレムへの希望があふれて、とても幸せでした。信仰を図っていただけるようにしてくださった牧者にもう一度感謝します。以上です。はい、モルドバの証を聞いてみると、恵みを受けた一人の生徒がどれほど重要なのか、万民の生徒である一人一人がとても尊いと感じました。また世界選挙で放送の重要性を感じながら、特に10月ロシアサンクトペテルブルクの WCDN 医学学会で紹介された証の中で、看護師エレナ・リトビナさんの証があります。全然絵は素人だった方なのに、牧者のたった一度の祈りで脳の機能が良くなって、有名な画家のように描けるようになったのです。牧者はこの話をしながら、ソロモンの知恵について言われました。先にも後にもなかった知恵も、神様が働かれれば可能だと言われたので、世界的な人物になれるように、皆さんも信仰を持って準備するようにと言われました。本当に信仰を持って備えて、牧者の再創造の力が私たちの人生にも望むように体験する私たちになったらと思います。牧者が行う神の力を通して変えられ、恵みを受けた人を紹介するなら、夜を明かしても時間が足りないでしょう。第一はイスラエル国会副議長のキリック・バル議員です。この方は2009年イスラエル連合大政会を準備するとき、よく助けてくださいました。牧者の祈りを受けて超スピード昇進をして、現在国会副議長です。終わりの時、フォーカルポイントと言われる中東イスラエルに牧者の祈りがとても必要だと強調しながら、訪問するたびに招待してくださって、愛のこもった挨拶を伝えてくださっています。第2は、今回コイコム25周年であったアルゼンチンのエクトール ボナリコ上院議員です。放送局の社長でもあり、放送を通して牧者の働きと神の力をよく知っています。このことは、牧者は神の人だと告白しながら、アルゼンチンの国民のために牧者が必ず必要だと、牧者を招くことを光栄に思い、牧者を知
り、清潔の福音と万民教会を知ってからとても幸せだと言われました。万民と清潔の福音、牧者が行う神の力が世界的に必要な時がますます近づいてくるのが肌で感じられます。最後にご紹介する証人は今年一番の話題になった証ではないかと思います。まず画面で会ってみましょう。1位、悪い霊から解放された。あなた方は私を信じるのか。聖霊の火で焼き尽くされ、完全に癒されよ。光を望め、闇の世界がこんな風にあるんだと悟るように助けてくださり、悪鬼である悪魔サタンに惑わされないように、誠に御言葉の中に生きて栄光だけ返していく子供になるよう祝福してください。私を誰だと言いますか。あそこにおられる方は誰だ。黙れ、出て行け。道海女先生の生徒だから出て行かなければ。なぜ目が道海先生をかすんでおられるのか。なぜ耳がよく聞こえないのか。この娘を救おうとなさっているからではないか。お前に奪われた私ではなく、道海女先生が行う神の力で取り戻されたんだ。こうしてもこの子は変えられないと。いや、変えられる。道海女先生が涙で祈ってくださった。牧者が涙で買い取った人々、ものすごい父主牧者の愛で切に祈ってくださったので、頭からつま先まで私の心が全部溶けるんです。だから一瞬にして悪霊が離れたのです。悪霊がパッと出ていった瞬間には、愛する父主牧者の手を握ってふわふわ飛んでいるような心で、とても嬉しかったです。7歳から闇によって悪霊によって苦しんでいたのが42年間でした。教会長先生が全部してくださいました。目がかすんで耳が遠くなるまで、消化がよくできなくなるまで、牧者の恵みに感謝します。私の姑が有名な拝み屋です。精神的にもストレスを受けて自殺をしようとしたんです。今考えてみると、本当に大きい恵みを受けて祝福されました。牧者の手を握って新しいエルサレムまで最後まですがっていこうと思っています。愛しています、先生。はい、もう一度見ても恵み深いですね。この方々だけ見ても前とは確実に違う姿に、本当に霊の世界が実存していることを感じたと思います。このように今年は牧者が空間を運営する中で悪霊の存在を表すことで、霊の世界があることを確かに見せてくださいました。来年がもっと楽しみな理由がありますね。ライトアップ式の時、牧者は空間の運営の中で霊の世界がもっと明らかに現れるだろうと言われました。例えば霊的な存在、御使いやメイドの使いなどをカメラで撮れるようにすると言われました。前に講談幕や壁に描かれた絵としてではなく、霊的な存在が肉の形をした形のように目で見られるカメラで頻繁に撮れるということです。本当に楽しみです。楽しみですね。この地上の虚像ではなく、霊の世界が実存であることを知って信じられることを望んでおられる牧者の切なる心があるので、このような途方もない霊の世界のことが私たちの目の前に繰り広げられています。また牧者が7年間の講義を終えた今回のクリスマスには、背が伸びた、失った視力を取り戻した、尿路結石でひどい痛みのあった生徒が牧者の祈りを受けた後すぐ痛みがなくなったなどの証を聞くことができました。これからどれほど大きな神の力が繰り広げられるか楽しみです。それでは次は牧者の空間の運営という側面から2017年を調べてみましょう。今年は特に牧者の再創造の力で天気を調節したり動かしたりする空間を運営する宮座がたくさん現れました。台風が消滅して日照りが解決され、洪水が引いて、またいくら空気清浄機を数千台つけてもどうしようもなかった PM2.5 をただ一度で退けてくださいました。その中でも断然ハリケーンイルマーがなくてはなりません。長老、この間マイアミに行ってこられ
いましたね。牧者の再創造の力の現場訪ねてみたらいかがでしたか。本当に恵みをたくさん受けて帰ってきました。史上最強のカテゴリー5のハリケーン、超強大極、アメリカもどうすることもできなかった自然災害の前でお手上げでしたが、牧者の神の力の祈りを通してハリケーンが消滅する驚くべき御業がありました。コイコムという中南米キリスト教放送人教会で25周年を記念する行事を初めてアメリカマイアミで行いました。ハリケーンイルマが牧者の祈りで消滅してからちょうど2ヶ月目でした。そこで特別に記者会見に招待されて、多くの記者の前で牧者が行う神の力を伝えました。ご存知のようにワシントンポスト紙に同会女先生が行った奇跡の証が載りましたが、それをもとに記者会見をしました。牧者の力がもっと広く全世界に伝えられて、世間の指導者たちが知って、これから終わりの時を迎えてもっと多く起こる自然災害の前でも牧者に祈りを要請して解決される驚くべき御業がたくさん行われることを期待します。本当に驚くべき技でしたね。やはり牧者の力は本当に大したものです。最近韓国でも大事故がよく起きていますが、万民の生徒は牧者の空間の中で火事から守られた証があるそうですが、どんな内容ですか。はい、コジェ万民教会のチョンミンジョン氏の証です。コジェ万民教会の担任イースンミン牧師が11月15日午後6時ごろ、訪問のためにチョンミンジョン氏のお店に着いたら、隣の店から火が出始めたそうです。それで急いで店に入って、テーブルの上に聖書とカバンだけ持って出てきて、牧者の神様と大きく声で叫んで店を守ってくださいと祈ったそうです。その後驚くべきことが起きていたそうです。隣の店は完全に燃えてしまいましたが、チョンミンジョン氏の店はすぐ隣だったにもかかわらず、すす一つつくことなく完全に守られたそうです。アーメン。本当に驚くべきことです。同じポアンではマグニチュード 5.4 の地震が起きましたね。そうです、韓国の地震観測以来2番目に大きくて史上最多の被害が発生した地震です。負傷者92人、財産被害額5,551億ウォンの被害が発生したそうです。その当時の状況を生々しく聞いてみるために、ポアン万民教会のコヨンデ牧先生と直接電話してみます。先生こんにちは。こんにちは、私はポアン万民教会のコヨンデ牧師です。はい、とても驚かれたでしょう。当時の状況はどうでしたか。地震がうちの教会と約4キロメートル離れたところで発生しました。あ、4キロですか。はい、私は1階にいたのですが、突然ホコリがふわっと立って、建物がものすごく揺れました。教会の建物の横に大型トラックが左右に揺れている様子を見て、まかり間違えば倒れそうだなと思うぐらい随分揺れました。30分ぐらい後に 4.6 の余震が来た時は、電柱が折れそうな様子で揺れているのも見ました。教会からちょっと離れたところにポアン大学があります。そこの外壁はかなり崩れていました。また教会から近いマンションの数棟が壊れているのを通り過ぎながら見ました。そのマンション全体の住民は避難対象になったのです。地震が起きてしばらくして教会の2階に上がってみたら、いろいろなものが散らかっていましたが、ほとんど守られました。小さい植木鉢が倒れて割れた以外は、すべての家具と家具を牧者の空間の中で守ってくださいました。生徒の皆さんの家庭はどうでしたか。牧者の空間の中でほとんどの生徒が守られました。コップが割れるなどわずかな被害でした。ほとんどが守られましたが、唯一震源地からとても近いところに住んでいるある生徒の家がかなり壊れて、その家族が被災者になりました。そのマンションは全体に安全だと診断を受けていましたが、ただパッキョンワ羊の家が一番壊れて、その家だけ被災者支援の対象になったのです。それでなぜこんなことがあったのだろうと不思議だったのですが、神様がもっと良い家に住むよう祝福してくださるようだと思いました。
実はポアン万民教会が今年9月新聖殿に移りました。それで7月8月あの蒸し暑さの中で奉仕しなければなりませんでしたが、それにもかかわらず辻さんは聖殿工事に参加して熱心に働いてくださいました。状況を見守っていると、もともとこの家族は20坪ぐらいのマンションに住んでいましたが、9000万ウォンを無利子で2年間家の保証金の支援として借りることができて、教会の近いところにもっと良い家約30坪の家に引っ越しする祝福をいただきました。すべてのことを働かせて益としてくださる牧者の神様にすべての感謝と栄光をお返しします。先生、本当に父なる神様の愛をたくさん感じられたでしょう。はい、天才遅延の前で私たちはあまりにも弱いんだと思うようになりました。それにもかかわらず私たちは牧者の空間の中にいるので、牧者の神様が私たちをいつも守ってくださると信じています。だから心に平安がありました。結局牧者の空間の中で完全に守られるようにしてくださってとても感謝です。先生が私たちの牧者になっていつも私たちを心に抱いて祈ってくださるので、どれほど感謝なのか心強いです。心から感謝します。先生愛しています。アーメン。恵み深い証を聞かせてくださった牧先生、ありがとうございました。ありがとうございます。今日このように一緒に2017年を振り返ってみました。今年1年間施してくださった祝福を一つ一つ数えてみるなら夜を明かしても足りないと思います。今日いかがでしたか？オーダーメイドの顧客サービスというものがあるじゃないですか。おあつらえの気温、牧者が心に抱いた通りに韓国はもちろん全世界でも同じように万民の温度に調節してくださることがとても印象的でした。牧者は祈りの家におられますが、世界を心に抱いて祈るとき、終わりのとき、万民を通して神様の摂理を大いに実現してくださったのです。大陸政界に備えるようにして、終わりのとき牧者を助けて世界を変えていく多くの方が現れて集まるようにして、牧者を助けるようにしてくださいました。万民の地位を高く上げてくださったことが印象的でした。2018年、例の世界をカメラでも撮れるように働いてくださること楽しみです。そうですね、ホンスヨン羊さんはいかがでしたか？万民は1年がとても特別でした。2017年は他のどの年より特別だったと思います。牧者を愛して信頼する人には持続的な祝福を約束されたように、2017年にはどんな祝福が繰り広げられるか楽しみです。本当に私もその祝福の主人公にぜひなれたらと思います。アーメン。今日恵みあふれる話を聞かせてくださったお二人、ありがとうございました。ありがとうございます。2017年年末特集としてお伝えしたマミマガジン、いかがでしたか？来年の教会起動課題の第一、空間の運営がどの年よりもさらに高い水準で行われる2018年がさらに楽しみではありませんか？牧者の再創造の力で全世界を覆っていく2018年、牧者の実がさらに豊かに結ばれる輝かしい万民の働きを期待しながら、マミマガジンこれで失礼します。聖霊に満たされた礼拝になりますように。네, 수고하셨습니다. 2017年を送り、2018年を迎えつつ、2017年は牧者が初めの声を発してくださったので、私たちが決心さえして心に抱いて祈れば、その通りに応えられるのが感じられました。牧者の恵みの中で一月一月、一日一日生きていけたと、時間が流れるにつれてもっと感じるようにしてくださいました。入社して3年目で雇用労働部長官の表彰を受けられました。特に私がよくやったからではなく、牧者のおかげで大きな祝福をいただいたのだと思います。今年ゲッセマネの祈りの家に行ったことがとても幸せでした。来年はどうしたらいいのかなと思いましたが、来年も招待してくださいました。高校3年になるから最後ですが、祈りの家に行けて感謝です。先生が説教されるとき、もっと知恵をくださる神の力について聞いて、2018年もっと多くの
知恵をいただいて大きいビジョンを抱かせてくださるのか楽しみです。2018年は牧者が以前と比べられない大きな驚くべき神の力を通して霊の世界についても直接的に説明してくださると言われました。さらに膨らんだ胸で期待しながら、ただ新しいエルサレムに向かって走っていきます。2018年ファイト。